体重が 48g で、まあ気持ち痩せてる、うん、やっぱりそうですよ、ね、気持ち痩せてます。だからもうちょっと胸の筋肉が欲しいなと思います。お食事はまずいとかそういうことありますか？普通のなんかもうちょっとこう専門的な、まあでも皮付きとボレー粉とあとはペレットもしくはパウダー、うんうん、それでいいんじゃないですか。でレモンちゃんの健康チェック表をつけてください、はい、で体重を測ってください。でできれば朝と夜と測るといい。多分夜のが多いから今48ですのでね。で次に大事なことはこの子のいる環境、温度と湿度、まあ、可能だったら1日3回測ってほしい。朝一番この子のカゴの中に、そうです、だからカゴの中にこうやって置いて何度で何パーセントかなっていうのをこういうのを用意してもらって。普通のでいいんですか？で普通のでいいですよ。で温度湿度ね、でまあ知りたいのはね、朝一番の温度と多分昼過ぎ、天気がいい時に昼過ぎの温度が知りたいですね。でもこの環境はまあ毎日じゃなくてもまあ時々でいいです。であと体重は毎日、それから次に見たいのはうんち、うんちが何個出てるか、うん、はい、何個出ると思います？20時間で結構15分に1回は来てますね。15分に1回ってことは20時間で48個、いい線ですね。だいたいね60個ぐらい出ますよ、元気な子は20時間で。まあ、40から60とかですね。反対にそうそう30以下だったら少ないです。だから具合が悪くなると1個大きくなってきます。だからそれをまあちょっとお掃除、まあ、例えばこれ2回掃除するとして、前の晩から朝までで何個、朝から夜までで何個、そして24時間で何個出てるかなと、うんちの数も見てほしい。おしっこだけの時もありますよね。うん、でも大抵うんちとおしっこと両方出るのが普通ですね。他尿はそう、尿酸が白いから白いのがちょんと出ますよね。からあとね、お水をめちゃくちゃたくさん飲む子もいるんですよ。病気で単位多尿症って言うんですけど、そういう子はうんちの前に水分がたくさんつきますね。から次元気、でも元気は元気じゃないとダメで、何100ですね。で何この子さえずったり喋ったりするから、それがなくなったら元気ないと思ったのだったらいいですね。あと体重が減っていくようでは絶対なんですよね。で食欲はまあなかなか見れない、まあ、見るんだったら 30g 置いといて何 g ダメだかなって見るんだけど、でも血だけるからさ、なかなか正確なとこは見れないから、もう血だけますね、うん、大事なのは体重とうんちです。血はいつもこうありますね、うん、あそこも数えるか、そうです、そういうことです、数える。包丁中のは一応、まあ、包丁中のは数えれないじゃない、いつのかわからないです、ね、そう、だからってことは何時間で何個したかっていうふうに見ればいいです。そういう時は、うん、だからカゴの中が何時間いた、例えばね、10包丁マイナスした時間、そういうことでしょう。それで推察することができますね。でこれをちょっとつけてください。でまあこの紙に書いてもらってもいいし、別にノートにこの子用のノート一冊作って書いてもらえるといいですね。はい、一回止めます。